はい、酒好きの元新潟人の飲酒動画です。今回は、スコールの、愛のスコールの白い、レモンサワー。スコールのレモンサワーですね。これ多分飲んだことないよね。数量限定です。アルコール度数 4%、果汁が 1%。数量限定か。原材料がレモンと、乳などを主要原料とする食品と、ウォッカと糖類と酸味料と香料と安定剤、大豆多糖類。だって、聞いたことないやつがいっぱい入ってるな。まあいいや。あんまり気にしない。あんまりこういうの俺気にしないから。気にしないからっていうか。いや、甘味料はいいんだ、気にするんだけどさ。甘味料じゃなければ何でもいいや、別に。なんだっていい。もう、甘味料じゃないよ、なんでもいいんだよ。これ、アルコール度数 4% ってのが惜しいよね。5% ぐらいにしてほしい。1% 上げてほしいよな。スコール、アイ、カンピー。あー、甘い。うまいんだけど、うまいんだけど、うまいんだけど、なんか、あれだな。うまい。うん、いや、確かにうめえんだけど。なんか、レモン感が、弱い。まあ確かにレモンは、感覚は、まあ味はするんだけどさ。前回のマンゴー味に比べるとはるかに、弱いですね。なんか口にいっぱい広がるレモン感。ではない。で、なんか濃厚さもなんかあんまり。そんなにあれ。いや、うめえんだけどさ、なんか違うんだよな。愛のスコールホワイトサワーの甘酸っぱさはそのままに、レモン果汁の柔らかな酸味とさっぱりした甘みを加えました。初夏にふさわしい爽やかな大人の初恋の味をお楽しみください。まあ、あんまり甘くないんで、夏向けみたいな感じではある。でもそこまでなんか、言うほどでもない。まあ美味しいんだけど、ああ、そこまでかな、ぐらい。四つ星止まりかな、みたいな。
いや、美味しいんだけどさ。なんか、これっていう、なんか、パンチがないよね。まあ、前回のマンゴーサワーの、マンゴー味はすげえうまかったんで、もう口の中に入れるともう、マンゴーって感じ。が良かったっすね。まあ、いまいち。なんか、足りない。いまいちだな。これは濃厚な、濃厚で甘みも強い。香り、まあ普通ぐらいか。いや、うまいんだけど、まあ、スコールは基本的に美味しいんで。ただ一つ言うことは、アルコール度数 5% に上げてくんねえかなって。4434です。ご視聴ありがとうございました。